一回にあの刃付けて研いでるところって見られたこと今までないです。実際にはない。あ、刃付け、まあこのえどういうこういうこういう、あ、それはないですね。あ、それはないです。じゃあ切りにあのちょっと、はい、裏にあるんでよかったらベッドで行きましょうか。違います。リフレッシュあのずっとあのほどすぐこっちなんです、ね、断る箇所じゃあ、よかった、どうぞ。あ、すみません、お願いします。こんばんは。こんにちは。で、運転が働いてくれて西田君とまあ実際こんな感じで作業してるっていう、もともと営業がこんな感じですね。あれが、これが牛丼7つなんですね。おい、あ、切り付けはこの、これ鍛冶屋さんから上がってきた感じ。そうです、そうです。この段階、あの鍛冶屋さんがこれでも終わって、こっちにうちにあぶって買って、うちがここで取るようになってきます。元はほんまにもう、まあ当然切れる包丁ではないんですけど、そこから磨いてきました。基本的にはここもうフラットにしてるんですね。ね、今目指しているのは、鋼の部分を、少しずつ、ちょっと、まっすぐにしていくように、ちょっとずつ、こう、ね、持っていて、いつ曲げすぎてないかっていうのが、これは包丁を差し込んで、はい、中を差し込んで、差し込んで研ぐ。これにこういう風な感じで差し込んで、こうやってこう押さえ込んで研ぐ。でもこれも手作り？これは全部手作り。手作りで。それが。やばいっすね。やばい。あの種類があの多いんで、その包丁は。それに合わせていっぱいあれ。錆びないんですか？これはね、緑の錆止めの液を入れてるんで、
だからなるべく錆びないように、結構ね、置いとったらこんな感じで、これちょっと色が錆びて出てきてますけど、はい、こんな感じです。これダマスカスってことですか？そうですね、これは模様出しまだしてないんですけど、錆びて色ついてちょっとダマスカスが分かりますけど、普通はこんなんでないんです。はい、その前に沈み取りっていう作業があって、はい、いろいろここで行われるんですけど、ここでやって研いでっていう、まあ、繰り返しをして、あのこういうのでネットあるとどうしてもまた包丁曲がってきたりするんです。その辺はその職人さん技術でまっすぐに包丁で崩しながら研いでいく、曲がった状態で研ぐとギリギリまた包丁出さないといけないので、なるべく減らすんですけど、まあ、あとはもうこの辺ですね、普通にこういう磨く道具で磨いて、最後はまあ向こうでまあ霞掛けっていうのをするんですけど、まあ、大体この辺の道具はもうあのどこの産地っても大体似たようなものは置いてます。はい、こんな感じです、はい、ありがとうございます。いい、表面にするにはまた別の工程ですか？そうですね、表面はこの磨いてる途中のこの中で目を細かくするんです、はい、それをどこまで磨くか磨かないかっていうのを、まあ、その仕事によって分けてる感じです。そんな感じです。ありがとうございます。あ、お邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。こんばんは。助成さん、はい、で言った時があるんですよ。これを、はい、まあ、もうちょっと育てれないかとかっつって、はいはいはい、で聞いた時に、なんかもう日本刀になっちゃうから許可を取らないといけないとかって言われて、はい、できないって言われたんですけど、もうそれはそういう話なんですかね。はい、多分助成さんはだいぶ真面目な、うん、あれですね、あの今の話は真面目な感じですね。はいはいって受け入れることもないんですけど、そこが今ちょっと、だからあんまり反らせられない。そうですね、まあ、反ってるところはありますね。さんもだいぶ反ってるし、反ってるな、結構反ってるとこあるのになと思いながら。そうなんですよ。でもこれはね、もう会社の考えなんですよ。そのいや包丁やからいいやんっていうとこなんですけど、なんていうんですか、そこで多分グレーゾーンなんですよ。だから警察がもしここに行ってこれ反ってるやんってなったとしたら、下手したら全部没収されるんですよ。でそれがお店の方が何かの形で包丁を所持してて、例えば警察の人に職務質問されてカバンから出てきました、でこれ刀やってなると、その方も没収されますし、そのお店に打ったお店も没収されますし、もっと言えば職人さんも罪に問われる可能性があるんですよ。まあ、でもこれ可能性の話なんですけど、はい、なのでやってるとことやってないところの差が、これがどんどん広がってくるかもしれないですね。幅広で作れる、はい、
もっと言えば、もっと言えば、いや、まあ、そのオーダーしてもらえば、その作れなくはないですよ、どんなものでも。まあ、その大げさな言い方ですけど、はあはあ、なんか幅広くして、はいはい、こんな形にしてって言えば、できるのはできますね。イメージさえしっかりあれば作れます、ね。まあ、一番怖いのはオーダー品になると、もし出来上がった時に思ってたのとちゃうわってなっても、それはちょっと買い取っていただかないと。その定番品であればね、うちも全然あれなんですけど、別注品になってしまうと、その辺はありますね。ここまで表面なんですね。あ、そうですね。でもここは使ってたら研がないといけないですよね。ね、ここはね、うちは刃つけてないんですよ。あ、つけてない。はい。なんで、それはお客さんがもし自分で研いで刃つけてもらうことはできますけど、あんまりまあ使わないかなと思って。まあそうですね。刃はついてますね。でも使ってってここばっか研いでるとおかしくない、ね。そう、そうですね。なのでまあちょっとここだけ幅をちょっと落として調整して 見栄えだけ整えるっていう方もいますし、もうここも一緒につきっきりで研いでしまうっていう方もいます、いらっしゃいます。一応薄くはもちろんしてるんで、刃をつけようと思ったらつけれなくはないです。先丸は研ぐのちょっと難しいんで、ですよね。もう多分タオルかなんかでここら辺掴んでもらって、こんな感じで研いでもらってきます。そうです。例えばこれ作って、はい、ちょっと幅広で作ってもらって、はいはい、ここのちょっと角度がちょっといまいちだなっていう時は、別に研いで直してもらえたりもできる。まあ、できる限り要望にはお答えします。すね、なるべくこうしてっていうのは。でもそれはもう何ヶ月もかかるそうですね。そうですね。別注になるんで、まあ長くて3ヶ月ぐらい。あ、そうですか。そんなもんですか。まあ、いや、まあそれぐらいですかね。3、4ヶ月あれば多分いけるんです。僕も9ヶ月以上待ちました。すごい待ちました、待ちました。牛刀、切り付け牛刀なんですけど、はいはい、刃がこっちがほぼまっすぐで、こっちこうなってるんですよ。ああ、なるほどなるほど。昨日鈴木さん聞いたら、それがまあ普通だよみたいな。普通だよというか、日本の筋引きはだいたいそういう前行のものはそういうなってるって言ってたんですけど、うんうん、そうですね。へえ、そうなんですね。なんか前行のやつは裏がフラットで、すごい極端に丸くしてるのがやっぱ多いですね。ガシガシ使うときに折れたりかけたりしないようにっていうのが、まあ折れだったらないでしょうけど、かけたりとかっていうのを防ぐために結構極端な刃の作りしてると思いますね。だから俺普通に切ったら左に行きますよね。そうですね。そうですよね。厚みがある食材切ると片刃の音とか、そういう若干バランスが違うやつは、そうですね、ちょっとこうなって滑りますよね。はい、うんうん、それは欲しいですね。意外と結構皆さんそれで、言われることがあります。あ、でも普通なんですかね、それは。当たり前というか、当たり前というか。そうですね。こういう包丁もイメージ6対4ぐらいなんですよ、感覚値でいうと。完全に5-5じゃないってことですか。ないですね。若干だから右寄りに作ってるというか。僕も10年ぐらい使ってる牛刀があるんですけど、まあ、みそのさんの前行のスウェーデン工のやつなんですけど、はいはい、でもそれはどうだったかな、もともとの何さんだったような、そんな極端な刃がついてたとは思わないですけど。そうですね。ステンレスの前行でもすごい難しいんですけど、こういう包丁、はいはい、とかはだいたいその6、4ぐらいで作ってるんですけど、メーカーによっては
結構それが極端やったりするんですよ、まあ、7対3ぐらいとか。で三園さんはどっちかっていうとそこまで極端じゃないかもしれないです。ただコバってこの先引いてると思うんですけどはやっぱり 7対3ぐらいの割合で引いてると思います。おそらく。でもそれはそうする方がお客さんも将来的に研いだりするときに研ぎやすいとかっていう、その裏側って研ぐの難しいんで、そのこっち面ですね、右は研ぎやすいんですけど、なので、で切るときに右から、まあ、切り離れがいいようにっていうので、まあ、若干大体どの席の予防帳のメーカーさんも表はきつく引いて裏は軽く引いてると思います。55にすると、まあ、難しいんですけどね、55にするのも難しいんですよね。実は理想じゃ理想なんですけど、それはそれですごい難易度高いんで、どっちかに寄せてるのですね。へー、そういうもんなんですね。あんまりお店でしたら嫌がられるかもしれないですけど、僕らはこうやって触るとわかりますね。触るとまあわかる。見た目じゃわかんないですね。そうですね。結構難しいですよね。はい。ハンドルはこれですね。わかりました。はい。ありがとうございます。じゃあこれか。こう。それとそれですね。ハンドルは全部これかな。で、これを幅広で幅広で、わかりました。作っていただいて、このぐらいですよね、イメージは。わかりました。でね、元幅、あ、ごめんなさい、この、ここの幅ですね、は、じゃあこれで指定していただいて、で先に向かってのサイズ感なんですけど、これね、職人さんがこうその感覚で作るんですね、はい、じゃあこの幅やったら大体これぐらいがいいんじゃないかっていうのを作るんで、なるべくそれにじゃあ合わせてもらっていい。元幅はこれでいきますけど、先に向かってのこの緩やかなカーブっていうのはちょっと鍛冶屋さんにお任せしていただければと。これね、結構ね、たまにこだわるお客さんで、元幅何センチ、ここ何センチ、ここ何センチって言われる方いるんですけど、実際それ、その通りにしたらちょっと変やったりとか、たまにあるんですよ。でも元幅は全然指定していただいても大丈夫なんですけど、先に向かってのサイズっていうのは、なるべく鍛冶屋さんの感覚、職人の感覚でこれがいいんちゃうかっていうので。で、尺、これ尺ですよね。それは尺、そうですね、尺ですね。そうですね。まあ、あんまり長い感じしないですけど。幅狭いと、あんまりな思わないかもしれないですね。まあ、わかんないですね、ここは。たまに、店で見たら、ちっちゃいけど、自分がそろそろ帰ってきてやっちゃうと長いなっていう人は、たまにいますけどね。たまにそれあるかもしれないですね。まあ普段のその料理されるスペースのこともあると思うので、それはもう本当にお好みで、多分厚みはもうこの辺ぐらいになると思います。そのなんかもし指定があれば言ってください。その厚み的にやっぱこれぐらい薄い方がいいっていうか、いやちょっとしっかりした方がいいのか、まあ柳この間ぐらいですね、これぐらいでもいいっていう。厚みがあれですね。でもあれです、めちゃくちゃ指定はできないってことですよ。あの本当に 4. 点何ミリとかってなるとちょっとできないですけど、まあ大体 3.5 とか4ミリぐらいでって言ったらそれぐらいにはなる。僕はこれよりちょっと厚めになるかなと思います。幅広にしてるんで、あまりに薄くしちゃうと。そうですよね。柳切り付けが一番重くて、柳がその次で、はい、先丸がその次、順番で。厚みが。厚みは大体そうですね。そうなんです。そのくらいでいいと思います。その、この真ん中ぐらい。柳場ぐらい。そう、そのぐらいになるってことですね。いや、全然いいんじゃないですかね。反りは入らないですね。反りそうですね。まあ、です。まあ、気持ち入れてくれると助かるんですけど、気持ち。
これはあるかないかぐらいのフリーちょっと相談してみまあこれどうかな、まあ言っても8万9万うんですね、あのその10万超えることは多分ないですね、うん、この値段でいくと白1で先丸タコ引きですね、うん、ひらめで同じ絵ですね、はい、でもう一本をどうするかなんですけど、まあ、切り付けが決まってるんですが、はい、こういう感じなのか、これもオーダーすればこんな感じでできるですね、これをの29寸ぐらいのやつにするかですよね。せっかくならここら辺ですよね。で青1、青1の青1の、あ、両刃なのか片刃なのか、そう、ハンドルの大きさも全部違くなるんですか、うん、これはね、全部そのサイズに合わせて太さと変えてる、長さと変えてるんで、なんか昔の包丁って柄をもうカンカンってやれば外れるじゃないですか、はいはいはい、今のやつって大体もうくっつけちゃってるじゃないですか、はいはい、これは何か理由があるんですかね。ね、すごいすごいいい質問なんですけど昔はハンドルって消耗品の扱いだったんですよ、はいはいはい、けど今ってもう皆さんそんなに、例えば近くに金物屋さんがあって刃物屋さんがあって、うんうん、交換してよって言って頼んで絵つけてるんならってする人が減ってきてるのが一つ大きいからですよ、うんうん、でやっぱ今の時代なんで抜けたとかたまにやったんですよね、使っててここがポンって抜けたがやっぱ一番危険なんで、その時代が許さないというかのと、あとはここに水がやっぱり侵入しちゃうん で、 あ、まあそうですね、こっから腐って絵が割れたりとかってなると、うん、はいはいはい、まあ、それはそれでまた後が大変なんですよ。絵が割れて交換した時に中方が折れたってなると、また中方を再生し直してとかってなると余計手間かかるんで、まあ、それだともう頑丈に中を固めてしまう方が中からのトラブルとかも全くなくなるんで、そういう意味ではもう本当に今はもうだいたい塞いでることがほとんどかもしれない。今はじゃああんまり侵食してっていうことも少ないと。そうですね、うん、特にこの漆の包丁ってこう外側は漆で綺麗にコーピングしてあるんで、そのダメージはないんですけど、もし仮にこれ中に侵入しちゃうと中から絵が錆びてきてボロボロになってきた時にどうしても膨らんでくるんで、その勢いで絵がバッと割れたりとかっていうことの危険性が怖いんで、うちはもう完全に密閉してますね。そういうことなんですね。いや勉強になりますね多分昔の職人さんとかだと本当にもっとあれたんでしょうね、そのお店とのなんか刃物店との交流とかももっと3つやったん違うのかなと僕は想像してるんですけどね、うん、なんかその魚市場に刃物屋さんがあって、みんな包丁を研ぎとか絵の交換をバッと持ってって、その日のうちにバッと仕上げて持って帰ってもらうみたいな、いやイメージですけど、多分そういう時代やったんで絵の交換っていうのはすごく簡単やったと思うんですけど、今はなかなか一回買ったらそんな交換も皆さんしに来ないですし、そうですね、研ぎ直しはありますけど、絵の交換してくださいって絵がダメになってからしか言われたことないかもしれないですけど、ダメになる前に持ってくる人は少ないかもしれないですね。え、交換はできるもんなんですか。例えばじゃあこれ、はいはい、ちょっとなんか気づいちゃった、はい、なった時に交換というか、ね、割って外して新しいものをつけることができます。あ、できるんですね。はい、それは大丈夫です。あ、できるんですね。和包丁のいい点はそこですね。ここが結構いかようにでも、あ、そのもちろんあれですけどね、一回壊さないといけないっていうことはあるんですけど、はいはい、もし使って何年後かに本当に絵がダメになったら、次はじゃあ違う絵に交換してくださいってことができます。あ、できるんですね。はい、あとはでも見れるかな、山内さんのところ。
あの YouTuber の発言のやつ。多分ね、行ったら喜んで包丁売ってくれると思います。売ってくれる。あ、そうですね。あそこもあるんですよね。何さ、何でしたっけ。某馬の寿司ヒルっていう。ありますよね。多分すごい。バーッと出てくる。やばくないですよ。やばくないですよ。イメージです。そういうなんか感じの何和感あるんですけど。もしかしたら、発言の現場もまたしてくれるかもしれないですけど、わかんないですけど。ちょっとブラッと続きますかね。あれですよ。ちょっと。